シュッと言ってる、シュッと言ってる、シュ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 シュ言ってる、シュシュッと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 言ってる、だもうもうお前しんどいよこんな番組お前おう本当にやってるねお前こんなっておうわけわかんねえやつばっか出てきてお前こんなってお前やってるねこの MC をおうほんと見返りがねえだこの番組はお前本当だってスタッフもバカだからよ何が言いたいんだこの番組はわざわざ俺呼んでギャラ払えよお前これお前はあ、回ってんのね。まあ、ああ、シュシュって言ってるー。シュシュって言ってるー。シュシュっと言ってる。シュシュって言ってる。シュシュっと言ってる。シュシュって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 言ってる。ディキディキディン。はい、始めましたー。始まりましたー。もうダメだ俺はもうついていけねえよ、まあね、もう MC 折れるかうんギャラも少ねえしよギャラお前地獄だよなお前あれだねお前これだって営業行った方がいいよこれおう営業行った方が高いわこんなってお前おこれでお前なあお前3時間4時間も抑えられてたまとんねえなこれおう払えよギャラおう払えよ弁当出せこれ弁当ねってお前どういうことだこれ弁当ねっておう弁当出せよ、お前、これ、お前。弁当を出せよ、楽屋弁当をよ。あ？お前、ちっちゃい弁、ちっちゃいおにぎり、お前、ダメだ、お前、これ、お前。ちっちゃいおにぎりとか、お前、なあ、サンドイッチじゃダメだ、お前。きっちりとした弁当を出せよ、つってんの、お前、これ。ふざけやがって、お前。え？あ、もういや、ま、おい、切っとけよ。切っとけよ、おい。編集で切っとけよ、こう、今の、うん。だまーシュシュッと言ってる、シュシュッと言ってる。シュシュッと言ってる、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 シュシュッと言ってる。はい、どうもー、はじめまして、チンボー村の時間がやってきましたー。私、司会の、絶大な人気のね、この番組に MC させていただく、ね、世界的にワールドフェイマスな MC のMC シューでーすシューティング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 なんだっけあれ何やってたんだっけあおい待ってんじゃねえかおめえおいおいおめえこんな楽屋の弁当がおめえねえなおめえおおにぎりとかおちっちゃいおにぎりでおめえごまかすんじゃねえよ、お前。あ、待ってんのね。おい、切っとけよ。切っとけよ。あー、シュシュッと言ってる、シュシュッと言ってる。シュシュッと言ってる、シュシュッと言ってる。おい、こんなんじゃ、お前、営業行った方がええよ、お前。こんなん安いな。弁当もねえ。え？弁当もねえし、ギャラは安いわ。おう、営業行った方がええわ。こんなんやって、お前。お？なめ、お前スタッフもアホだからよ。女お前、おい編集が下手くそだお前これお前、おう、バカ野郎ほら、おい殴るぞ。お前殴ってやるぞお前もう後でお前並べ。お前切れよ、切っとけよ。うん。はいというわけで、チンボー村の時間がやってきましたね。この番組はね、いろいろやってますよ。もうね。人気で、ね、大人気で、もう第4回目ですよ、これ。うん。もうね、もう少しの、辛抱で、ね、レギュラー放送になる日も近いですね。うん。もう地上波の大 MC、私の大 MC がやってるし、MC 集がやるからもうゴールデンとかに行っちゃいますよ、すぐね。ね、今はもうYouTube。なんですけども、ね、もうあれですよ。うん。もうおしゃれ関係の次の枠とか
待ってますよおめえ、おシュシュッと言ってるが、うん、ええやん、うん。というわけで、本当に大人気番組でね、再生回数もめちゃくちゃあって嬉しい限りでございますけどもね、まあそんなにはないですけども、うん、見ろお前ら、何お前渋ってやがる、お前ただで見てただで見えるくせに、おう、何を渋ってやがるかお前、おう、おう、見ねえとお前、え、鼻くそつけたのか、どねお前、おう、シュシュッとシュシュ言ってるかお前、おう、はい、冗談でございます、切ってくださいね、はい、というわけで、チンボ村ね、今をときめくね、お笑い芸人、バカ売れのお笑い芸人を、5組呼んでね、ゲストと一緒に見ていこうっていう番組でございますけどもね、いやーもうすごいですよね、大人気番組で今日のゲストもすごいね、めちゃくちゃすごいっていうか、あのオーディションしたんかお前、これ前回はバケバケわけわかんない時期、マルキシのバカやべえやつバカ呼びやがって、おめえ、あ、オーディションだな、したんだな、あ、スタッフしたのか、あ、したんだな、じゃあ今日は期待持てるな、うん、今日のゲストはね、大大御所の方なんでね、ちょっと粗相ないように、したいと思いますわ、うん、はい、というわけで今日のゲストはですね、大大御所の和田貴子さんです。どうぞー。あ、どうもどうもどうもお願いします。どうもどうも、ね、お願いします。ね、お願いします。お願いします。なんでね、何されてる方なの？あなた。あなた。何されてる方なの？MC です。うん、MC やってる方。うん。あ、そうなの、何してる方、いや、MC やってる方です、うん、ね、MC の方、お願いします、ね、うんうん、もう本当大先輩でね、いやいやいや、どうですか、全然、お笑い番組とか、見られますか、和田さん、和田さんはこれ何待ちなの、うん、その前にこれ何待ちなの、ねえ、ああこれねえ、ま、気になってらっしゃるんですね、うんうんうん、そうそう、あ、すみません、何待ちなの、待たしてしまって申し訳ないですけどもね、待たしてしまって、怒ってないね、うん、いや、そんなことないね、怒ってないけど、あ、怒ってないですか、うん、何待ちなのかなと思ってね、うん、うん、いや、分かるよ、でもね、全然気遣っといて、全然ちゃうね、なんとか、気遣っといて、気を、ま、ちょっとお直しください、いや、別に怒ってないね、機嫌を直してください、全然ちゃう、いいね、いろいろね、ネタがあるんでね、そうそう、何待ち、そう、何待ちなの、ね、何待ち、そうなんですよ、うんうん、そうな、いや今本番始まってるから、うん、何待ち、本番始まってるから、まだ待ってたんかい、違う、もう始まってるから、そんなん言われてもちょっと怖いわ、あんたあんた怖いわ、本番なんですか、そんな怒らんでも分かってる、そんな言うことは怒らん、おもつかりやめてくださいよ、おもつかりは、すいませんけども、ね、いや全然怒らないでくださいよ、ね、いや怒ってへんねん、怒ってへんねん、私は MC してる方です、MC の方です、何されてる方なの、うん、MC の方です、うん、何されてる方なの、ね、僕に一応仕切りなんでお願いしますよ、ネタね、今5組、うん、ね、5組、バラツラツラッと今前半3組見てもらうんですけども、どうですかっていうことです、どうですか和田さん、どうですか、うん、いやね、どうですかも何も一言だけ言わせて、うん、これ何待ちなのかなと思って、うん、え、何待ち、まあ、何待ちなの、怒ってないですね、うん、怒ってないね、怒ってないね、うん、でも何待ちなのかなと思って、何待ち、いや、何待ち、もう始まってんだよ、だからほんま何待ちとかじゃないの、始まってんすよ、うん、始まってんだね、もういいからもうちょっと見てください、じゃあね、あの大御所さんにね、見てもらいたい 5組いるんですよ、まず 前半3組います、ね、カメラ撮ってんの、前半3組、生きのいい若手が、うん、いやネタ見てくださいね、で大御所の意見聞きますんで、うん、ね、じゃあ行きましょう、お願いします、ね、和田さんも一緒に行きください、ね、はい、それでは、はい、3組続けてチンボ村どうぞ、チンボ村 MC シューですし、お任せしチンボ村お任せしお任せはしお任せ、なんだこれ、何これ、うん、私はこれあなたを嫌な気持ちにさせたいんです、私はあなたを嫌な気持ちにさせたい、私は
あなたを嫌な気持ちにさせたいんです。私はあなたを嫌な気持ちにさせたい。私はあなたを嫌な気持ちにさせたいんです。私はあなたを嫌な気持ちにさせたい。あーどうもどうもどうも、ね、ご紹介に遅れました。私がですね、嫌な気持ちにさせ太郎ですね、お願いします。嫌な気持ちにさせ太郎ですね。いやー今日もね、私あなたたち嫌な気持ちにさせなくて来ましたね。ちょっと取り出して、このシンバルを使って嫌な気持ちにさせたいと思います。あ、ご安心ください、うん、必ずあなたを嫌な気持ちにさせますんで、よろしくお願いします。いきますよ。じゃあお手を拝借、うん、よーやめて、うるせえ、うるやめ、うるせえな、うるせえな、これどこだな、こいつはよ、どこだな、うるせえ、全然わめくじゃねえか、一発目これわめくのはやめてほしい、やめ、帰らせろ、やめなさい、帰って、もういい、うるせえ、やめさせろ、なんだろお前、もう何だこいつは、何、おい、これだけ、何待ちなの、ね、これは何だ、これは何待ち、何だこれ、誰待ちだ、全部一緒やないか、一発目これトップだった、何されてる方なのか分からないし、何待ち、チンボをもらえ、何だお前こいつはよ、これわめきわめろと一緒やな、お前どうせわめきわめろ、同じ問題、ね、同じ、うん、一問だろこれ、お前一問は同じだもんね、分からないから、次だ、おいおいおい、はい、またこいつかよこれまたやめろよ、もういつも出てるの、警察だよこれ、こいつこそ、いやもう怖い、ね、いつもやべえじゃねえか、これは怖い怖い怖い、どうもどうも、どうもね、どうもやばい、ね、やばいですよ、それ怖い、待ってましたか、待ってねえよ、この方は何されてるか、いいよお前、なんかこいつなんか人間出してんのこれ、何されてるか、やばいっすわ、あれ怖いもんねえっすよ、スタッフがよ、何でもやりますわ、そういうのはね、もうこの間、うん、飲みすぎなんすわ、飲みすぎたけ、気持ち悪くて、気持ち悪くてゲロ吐きそうになりましたわ、入ってる、でも吐くの気持ち悪くて臭いから嫌なんで、わからない、上向いてされてる方、こうミスト状にゲロしましたわ、いやね、そしたら全部鼻から、霧状やから鼻から入って気まぐりまくりましたよ、お前なんでいつも自分ので決めるんだよ、お前これ決めちゃダメ、そんなのダメ、怖いもんねえ、そんなのダメよ、お前りやるよ、そんなもういいよ、こいつはよ、もうダメのやべえんじゃねえ、これお前あっちのやばいやつは何されてる方なのか分からない、もう来んなよ、こいつはよ、チンボー村、おい地獄なのね、なんでお前こいつが毎回出てんだよ、お前これ地獄毎回出てるのね、この人は次だ、なんだお前、いや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 、どう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 なんかでも違うやりにくいな、うん、ね、伊勢さんの店でやってるからね、もう本当顔なじみでお客さんもいてくれるしね、本当に嬉しいですよね、いやいやいや、ね、本当になんかうるせえな、うん、なんかうるせえな、でもね、伊勢さんの店やってるからね、こうやっていいじゃん、もういいですよね、それもやっていただいて、やってくださいね、やっぱこうなんかやりやすくなってね、ファンが増えてやりやすいよ、うるせえな、なんかうるせえな、ファンが増えてやっぱやりやすいですよ、結局ね、やりやすいんですけど、なんかうるせえからやりにくいんだね、今日ね、あのなんかファンが増えてやり受けるからやりやすいんですけど、なんかさ、すげえうるせえんだな、うるせえな、うるせえよな、ダメよ、気づいてんだな、でもね、やっぱいいですよ、ダメ、こうね、やりやすい環境でネタができるってやっぱいいですよね、やりやすい環境なんですけど、なんかうるせえな、音がなんかいいよ、うるせえな、出ましたでも出囃子もういいぜ、出囃子もういいぜ、出囃子もういいぜ、もういいぜ、出囃子、出囃子もういいぜ、出囃子もういいぜ、いいよもう、出囃子いいよお前、出囃子やめ
よ、もういいぜってやってるんですよ。でも出てない出ましもういいや止めろ出ましよ止めろお前出ましよもういいぜ止めろお前もういいぜ出ましよ出ましよ出ましよやめてもういいよ止めろ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 もういいぜ出ばやしもういいぜやって、うん、言ってんですけどねお願いします、うん、やっぱねこうやってやってんですけどね、うん、また変わったの出ばやしがよ出ばやしもういいぜいいんだよネタやるから出ばやしやめろ出ばやしもういいぜ出ばやしもういいぜ出ばやしもういいぜもういいぜ出ばやしもういいぜやめろ出ばやしをいいよもうやめなくていいよお前出ばやしいいよ何されてる方なのか教えてくれしマンダマンダやサンドちゃんでやってるんですよねうんこうねやっぱねやりやすいあー出ばやしまた変わったないいよ出ばやし変わったな邪魔するんだね出ばやし出ばやしもういいぜやめろかけんなお出ばやしをよもういいぜ出ばやしもういいぜもういいぜいいよやめろやっと止まったやっと止まったさあ今からですよもういいぜネタやっておもういいぜやっとお前本格神やったお願いしますやっとねやっとはいやっと消えますよね出囃子がねはい、うん、でもね出囃子消えてもね、この漫談中身がないんでもういいぜ地獄だあお前これもういいもういいつくつじゃねえよお前つくつってもういい出囃子かけろよかばやしがよ人望村芸能界って信頼だからねおう寝たねえやつばっかでお前なんだお前これダメですおい、うん、地獄おわ終わり何マシなのかわからないおいやいやダメもうダメですよおいお前地獄だよ、はい、お前こんなのお前そうですね何がやりてんだお前スタッフはよ俺オーディションしたの、うん、オーディションしてねえよお前しなきゃダメよどんだけ地獄なんだよお前これダメそれおお前ないんだ、なんか知らねえけどお前、え？嫌な気持ちにさせたろじゃねえよお前。させたろはダメだね。わけわかんねえお前、うん。嫌な気持ちにすんじゃねえよお前。そうそう、うん。本当に。そうなのよ。え？そこら辺でお前どっかの公園でやれよ公園で。公園でやった方がいいね。地獄だお前。おう、うん。テレビでやるようなことやで言うな。あのカメラ撮ってるもらうようなネタじゃねえだろこんなのってお前レベルが違いますよお家でやれ家で家でやってくださいキャメラさんもダメほんでお前撮らなくていいやばいやばい、うん、なんでお前毎回毎回お前出すんだよ毎回出てるのねこの方は、うん、あんなもん出すんじゃねえお前出すんじゃないほんと街のやべえやつだからな、ね、本当のあそうなのねお、うん、いやだいたい刃物持ってるってどういうことだねお前お芸能界怖いよそんなのダメダメダメ, ダメそんなにダメはぁやめろお前出てこない出てこない方がいいと思うよおでも最後の何度も最後の最後のね偽サンドウィッチマンのもう偽サンドウィッチマンもういいぜったら何だお前偽物なの打ち合わせしてからやれお前何さ何者音響さんがお前ふざけてんだろお前ふざけてんの音響さん連れてこいお前こんなのふざけてお前全部地獄じゃねえかお前3組とも地獄でした何なんだお前これ、うん、そうそうそう お前反省せよお前大御所に見てもらうようなネタじゃねえだろお前いやいやいやどうでしたか本当にいやそんなすいませんねほんとやばいネタばっかりいい和田さんどうもすいませんもうこれどうでしたか何されてる方なのかなと思って何されてる方ね何されてる方なのかなと3組、はい、ね3組出てらっしゃるけど、うん、何されてる方なのかなと思いまして、何されてる方ねあまあまあねそう、うん、まあまあそう何待ちなのかな、ま、始まネタ見てみました何待ち、うん、始まってんすよ何待ちなのかな何待ちとかじゃないんすよ何されてる方で何待ちなのかなと思いました今、ね、目の前にねネタを見上がって見たでしょ見ました、見てないのよ結局見てないですモニターがって見たでしょ見てないですそのネタの感想をお願いしますってことでもう見てなかったのよ結局は、うん、待ってない待ちじゃないんすよ何待ち仕事なんですよ何待ちなのかなと思って、ねま何を待たれてるんですかいや、うん、もういな、いや、いや、何待ってるか分からへんのよ何を待たれてるんですか分からへん、分からへんうん、いや分かんないじゃなくて何待ちかも分かれへんし仕事やってください、うんね、ネタ見ました見てないのよもうあ見てへんの結局もう見てへんの見てくださいよせっかくまあでも、まあ、見てなくてもいいかいいんですかもう3組地獄だったからあそうなの、まあ、とりあえず地獄だったんですよ地獄なの ね、 和田さんねまあ和田さんが一言お願いします一言お願いしますこれ何されてる方なのね何されてる方いや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 芸人さんです芸人さんなのね芸人さん、うん、いや何されてる方じゃなくて芸人さん全部若手芸人なんですよね、うん、若手芸人じゃあ若手芸人に対してどう思いますか、はい、うんもう何待ちなのかなと思っていやだな、ま、待ってないんですよ待ってないんだよお前これ何待ちなのあんたえおいそんな怒らなくてもいいじゃないですか本当ネタ見ろってんの怒らないでくださいよそんなだって
そう怒るつもりじゃないですよ。おそうなんて、その態度が気に入らないね、ちょっと。あ、わかりました。あ、大御所に対してそんなこと言って、あの、あと2組、2組は多分ね、後半2組は多分大丈夫なんで。そうなの。じゃあ後半2組お願いしますよ。わかりました。あなたが怒るからそういうこと言うんですよ。ちょっと期待できると思います。期待してよ。期待してください。ね、じゃあ、いきますよ。はい。ね、大田さん、見ておいてください。わかりました。見ておいてください。はい、ま、待ち、待ち。何待ちなのかなと思って。待ちなのかなと思って。いきますよ。チンボ村、後半2組、どうぞ。後半2組、チンボ村、どうぞ。お任せ。後半2組。シュー。お、またどっかに見たことあんねん、これ。これ、なんか見たことあるかもしれない。パクってんだろ、これ。シュッシュッシュー、バーンだよ、これ。はーっと、シュッシュッシュー、はーっと、バーンだろお前これ。ダメよそんなことしちゃ。はーっと、バーンだろお前これ。シュー、パクってんの。どんなカーボーイパクんじゃねえよ。何されてるかったんでパクった。シュシュッとカーボーイじゃねえよお前。シュシュッとカーボーイパクったの。シュシュッ、バーンじゃねえよお前。シュー、バーンじゃねえよお前。わかりました。だからやめろパクるのはよ。パクってんの。売れてねえやつパクんのやめろっていうのお前。売れてるよね。せめて売れてるやつパクれ。おう、売れてるやつからパクるの。売れてないやつをパクんなっていうのね。あ、そうですか。だからそのカメラアングルで、カメラさんやめろんだよ。カメラアングルをどっちかもやってたから。やめろ。シュッシュッ。シュッシュッジョークじゃねえよ、お前。シュッシュッジョーク。俺は、朝起きるときは、おしっこパンパン、膀胱パンパンになって、しょんべんがしたくて、したくて、したくて、やっとね、起きるぜ。シュッ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 パクんなっての。何されてるかだったの、結局。地獄だよ、お前。地獄の方。どっちかもじゃ謝れ、この野郎。謝るのね、お前。あ、はい。おやばれ、次次次次次、はい、お、はい、前ね来てましたんすよ、古畑さんね、古畑さん、どうもどうも、先日はどうも。知ってる、これ古畑さんは知ってる。これはね、有名だよ、古畑さんもね、ご存知でしょうけど、有名だよ、この方は。ね、この子の方ね、お湯してますからね。古畑さん、はい、どうもどうもどうも。お願いしますよ。お願いします。私、古畑と申します。古畑さん、今日はですね、前回ですね、チンボ村に出させていただきました、はいはい、そのお礼を込めて、私、ね、新ネタを持ってきました。ハラチゲだ、ハンマー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 カンマー、ハンマーカンマーいいよ、ハンマーカンマーはもう分かってるからね。私、ホルハタ、歌が得意なんです。歌歌ってくれるんですか。だから今日は一曲、あの頃ちょっと披露させてください。何がいいでしょうかね。お願いしますよ。これはどうですか。壊れかけのレディオ。なんか聞いたことあるな。いいんじゃないでしょうか。ちょっと歌わせてください。うん、では早速。お願いします。なんか嫌な予感だな。ハンマーカンマー。だからよ。ハンマーカンマーいいっすね。ハンマーカンマー。ハンマーカンマー。ネタ考えろよ。どうしたってそうなの、この人は。ハンマーカンマー。次の歌うたんで歌ってるこれ。ハンマーカンマー。ハンマーカンマー。次の歌うたんで歌ってるこれ。そうですか。やめろお前。ハンマーカンマー。いいよ。いいですね。ハンマーカンマー、死んでたきつくれよお前。死んでたが欲しかったですよ。ハンマーカンマー、ハンマーカンマー、全部ハンマーカンマーじゃねえかお前。もうもういいんだよ。ハンマーランカンマー、いいかもしれん。カンマーカンマー、ハンマーカンマーってなんだお前。いいじゃないですか。ハンマーカンマー、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 はい、ハンマーカンマーハンマー、いいよハンマーカンマーハンマー、ハンマーカンマー、これで事件は解決です。何の事件だよお前。なぜ新ネタつってこの歌を歌いたかったのか、それ聞かせて。これが分かれば今日は解決です。解決か、解決か。なぜ、壊れかけのハンマーカンマーを歌ったのかはこれです。どれだどれだ、うん、ああ、
受けると思ったからなんです。アランバンデレンバアランバンデンデレンバハンマーハンマーからねえよお前。お察しします。お察しますねえよお前。なんだお前セレロンセレンバハンマーこっちの気持ちがハンデねえよお前。俺ハンマー人望村地獄ばっかだお前。いいですかほら。おい地獄だなお前。おいやりやがったなお前また。やったもんね。お前この後お前風味パクってたと思ったらお前またパクったなお前。太っちょカウボーイ。お前太っちょカウボーイって言うんですか。太っちょカウボーイかぶってもシュシュッとカウボーイじゃねえよお前。あそう全部変えろよシュシュカウボーイも。せめてちょっと分からんようにしろお前。バレバレだってか。もうバレバレでもいいじゃないですか。おいもうこの動作受けてないんだから、シューとハーじゃねえよお前。シューとハーヘイとパーじゃねえよお前。おう、シューとハーじゃねえよお前。シューとハやめろよお前。まんまじゃねえかお前、はい、おうどっちかもよお前。最近見ねえと思ったらわけわかんねえ。けあのカーネルおじさんとかやってんのお前。あそうなの。最近お前目玉なんかくつけてよお前、うん、おこっちだのが見てんぞお前。そっちが見たかったね。言っとくのお前どっちかもよ。そうこっちだ。これをこっちのがパーの方が見てんだよお前。こっちはよ。はいおう、うん、おいでだからパクんじゃねえよお前。パクりはダメだ、ね、恥ずかしいって、うん、そうそう。おうお前せめてオリジナルやってくれ。オリジナルかやって、うん、地獄みたいなお前パクリやめろ。やめて、うん、だから本家より滑るのやめろ。おいでそうそうそうな、うん、あとお前古畑、うん、古畑も地獄だなお前。地獄だったね。死んでてやるって約束しただろお前これ、うん、そうそうそう全然死んねえお前。あのでも私は楽しみだけどね。水曜日のダウンタウンでお前やってたのこれ。やってたやってた。ハンマーカンマーハンマーハンマーカンマーハンマーってやってたのなお前、うん、おひで使い回しやめろよお前、うん、死んでた考えろよお前、まあ、死んでた考えて欲しかったけど地獄だなお前、うん、地獄。和田さん怒ってんのお前これどうですか。いやいや和田さん怒ってへん。怒って気遣っとって気遣っとって。あ怒ってない。怒ってへん。あ怒ってあよかったよかった、うん、怒ってなかったよかった、うん、でも何されてる方なのかなと思って。何されてる方。いや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 なこれ芸人さんです。芸人さん、芸人なのね、うん、何されてる方とかじゃなくて芸人さんなの。何されてる方なのかと思って、うん、そう、うん、見ていただきました。いや見ていただきました。見てなかったのかもしれない、うん、で何待ちなのかなと。待ち、ま、じゃないんですよ。何待ち。いや見ましたか。いや見てへんかもしれない。見てないの。何待ちなの、ね、いや何のため来たんだよ。何待ち。見てなくてよ。えよくわからない。待ちじゃないのよ。なんで待ってんのかわからない。何待ちなのかなと思って。どういうこと。いやもうそんなにね何されてる方なのかなと。大御所に対して、うん、ね、何大御所に対してきつくは言えないんですけども。あなた気づいちゃダメよ。見てくれてもよかったと思いますよ。ねえ和田さんね。いや見るところじゃないのよ。何待ちかわからないから、ね、うん、ほんとね、あんたも地獄ですよ。何そんなこと言って、うん、見ねえずっと、何待ちなのとかつってね、うん、わけわかんないでしょあんた。わけわかるでしょ。仕事を全うしてくださいよ。ほんとね仕事やって今ほんと地獄だな。待ってんのよ。ほんとスタッフもないから地獄の番組だこれ。あんたそうやって怒るのやめて。おめえね次お前来るかわかんないよ。私は来てよ、あんた。こんなこれでね、あなたがやらないんだったらね、バカにされてスタッフも言うこと聞かない。バカにしてない。どういう番組なのこれ。おう、全部ここ使えよ。おう、もうカニ袋の方が消えよ。消えてるんだ、あなた。誰だよ、ほら。あ、切れ地獄の番組なの。ゲストも地獄だし、切れるのやめて。スタッフも地獄だし、うん、おい、出演者も地獄だよ。怖いって、こう、あなた。誰だ、お前、これ。この人、怖い。はぁ、怖い。おめえもおめえだ。怖いね、あなた。地獄だよ、お前。やめて、やめて。もうこんなもんね、もうやめろってもらおう、やめて、お前。いや、あなた、何されてる方。そんなってやってたら、お前。やめて、怒らないで、そんなんで。地獄だから。地獄とかやめて。お前、今度次、お前、今度やったらもうやめるからな。やめないで、あなた。今度のお前、第6回は、お前、ほんと、お前、気合いだよ。第6回は、私来ないけど。大体、パクリとかやめろよ。パクリ、うん、そう、番組をね。一発目、絶対、もう嫌な気持ちさせるとかやめろ。俺こっちはね、これね、もう一発当てようと思ってんだよ。今この番組で当てようと思ってんだよ。お前もお前だよ、お前。何待ちじゃねえよ。何待ちなのかなと思ったのよ。やめろ、お前。ね、地獄だな、お前。地獄とかやめて。地獄の番組だ、お前。怒らないでよ。次は気合い入れろ、お前。ダメやめて。おう、全部使えよ、お前。もう切らなくていいよ。あんたちょっと、怒らないで。おう、当たり前じゃねえからな。加藤浩次やめて。おめえ、こんな当たり前じゃねえよ。加藤浩次やめて。シュシュッと言ったらいいじゃん。ねえ。もっと気合い入れてよ。気合い、シュシュッと言ったらいいよ。いや、加藤浩次やめて。おいや、はあ、怖いんだよ、あなた。覚えてるよ、お次、お前。怖いんだよ、あなた。おい、やめて。来週は覚えてるよ。来週私来ないから。え、これじゃない、次回は覚えてるよ。次回も来ない、はい、視聴者も何待ち、出るやつもゲストも怖い、覚えてるよ。怖い、
何されてる方？あ！運号登録してね、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 正面登録やめて、正面登録やめて、正面登録はやめて。